大阪市立大国小学校は大阪市何枠にある公立小学校。何枠の南部を校区とする。1990年代後半以降は学校ビオトープを通じた教育活動に力を入れている。ビオトープの建設は重機等を使わずに児童、教職員や地域住民らの手作りで行った。また維持管理も児童が主体となって行っている。 従来の大阪市木津尋高等小学校が児童数増加によって過密化したことに伴い、当時の南区木津地区では木津小学校の分離校を増設する計画を立てた。1902年に学校敷地を選定、購入し、校舎建設工事を経て1904年、現在地に大阪市木津第二神城高等小学校として開校した。 この時に開校した、キズ第二小学校が、大国小学校の前身にあたる。開校の際、キズ校から児童を編入している。なお従来のキズ尋上高等小学校は、キズ第二校の開校と同時に、キズ第一尋上高等小学校の名称に変更している。1922年には、大阪市大国尋上高等小学校に改称した。 1941年の国民学校令により、大阪市大国国民学校と称した。太平洋戦争の影響で、大阪市を含む大都市の国民学校児童に対して1944年以降、学童疎開の指示が出された。大阪市での学童疎開は、児童の援護による疎開を原則にしたものの、援護疎開できない児童については、学校から、 集団疎開に参加させることにした。大阪市では集団疎開先の府県を当時の22行政区ごとに指定し、何枠の国民学校には滋賀県が疎開先として割り当てられた。大国国民学校では滋賀県滋賀郡大木村、片田町、真野村、伊津村、ワニ村への集団疎開を実施している。百四十五年三月十三日の 大阪大空襲では、校区を含む何枠全域が壊滅的な被害を受け、大国国民学校では木造校舎を消失する被害も受けた。戦災被害の影響で終戦後の1946年には、隣接校区の大阪市直津国民学校を休校として大国国民学校に統合している。戦災からの復興により、 旧自喫国民学校は1953年大阪市立式津小学校として再開した。ありがとうございます。